フロム DVL は2003年から2017年まで活動した日本の女性アイドルグループである。グループ名のレブはレボリューションの略、ハイチ語の夢で DVL はダンス、ボーカル、ラブを意味する。グループとして地元の祭りやイベント等に参加しつつメンバー個人の活動も重視し、各々がテレビ番組、CM、テレビドラマ、映画、 舞台などで活躍した。活動を当時は全国ツアー、アジアツアー、紅白出場を目標としていた。2003年に福岡の芸能プロダクション、アクティブ博多の男女混合ダンスボーカルユニット DVL として誕生し、2011年6月に女性だけのユニットへ転換して、現在のユニット名に改めた。当初はあまり目立たなかったが、 メンバーの橋本環奈を被写体にファンが撮影した一枚の写真が2013年10月末から11月初頭にかけてインターネットで字幕を集め橋本の人気に牽引されてグループの知名度も上昇して大きな転換期を迎えた2014年にレブフロム DVL プロジェクトとしてディスカバリーエンターテインメントと共同マネジメントを始める 2014年4月末にオリコン週間ランキングで CD の販売枚数が1万枚を超えてご当地アイドル言動入りと認定される。2015年に初のライブ DVD ライブピースボリューム1ゼップ福岡 -2014.830 を発売する。2月から3月に初のライブハウスツアー。 ライブハウスツアーライブピースボリューム3を催し、4月から6月に RKB テレビで初の冠番組 Lev from DVL の放課後が放送され、ライブツアーライブピースボリューム4、ボリューム5を催した。2017年2月6日に3月31日で解散することがウェブサイトで発表された。3月29日に赤坂ブリッツ、 31日に福岡ドラムロゴス、それぞれのライブ公演を最後に解散をした。過去に在籍した、主な元メンバーシックスス、屋上の隙間白い空は前山田健一が、楽曲提供。ありがとうございます。